皆さん、こんにちは。イムランです。いつも英語英会話一日とお得ないでありがとうございます。それが知りたかったんですよっていう英語表現を今回もやっていきたいと思います。やっぱりこのかゆいところに手が届く、のが重要ですね。せっかくなんか日本語使って説明してるのに、普通の表現やってもしょうがないので、皆さんが、英語だけだと学べない、そんな感じの表現をやっていきたいと思いますね。OK。ちょっとバナナ食べすぎてね、口が回りすぎちゃって。滑るんですよ。やっぱりバナナ滑るじゃないですか。道路とかでバナナ見つけて、滑るわけねえだろうと思ってこうやってみたら超滑るんですよね。でちょっとそれで今日口の中滑るんですよ。 OK。 でじゃあいきましょう。今日は、これも皆さんからいただいて中のものをどんどんやっていくんですけど、今回いただいたのが超タピルっていう表現ですね。最近なんか女子高生の間とかでタピオカを飲むことを食べるっていうらしいんですけども、ちょっとそれを結構若い方がですね質問されてきたんで、お答えしていきたいと思いますね。超タピルワにしてました。超タピルワ、じゃあちょっともう超タピってくるわみたいな時にどういうふうに英語で言うかというと、絶対わかんないですねこれね、聞いてもしょうがないので教えちゃいます。 I'm gonna tapioca my way through。So、I'm gonna tapioca. で、タピオカろうかなっていう感じですね。タピオカるよ。My way through. もうグイーンって行っちゃいますよっていう感じです。でもなんかもう力ずくでじゃないけど、グイーンもう行っちゃいますみたいな時は My way through って言ったりします。こう、ヒューが小次郎っぽいイメージですかね。こういっぱい人がいるんだけど、I'm gonna make my way through みたいな感じのイメージで使います。なので、日本語で超みたいな、似たようなイメージかなと思って、これにしてみました。OK? So I'm gonna tapioca my way through. Tapioca わかんない。みんなこうやって言うのかわかんないですけど、まあ、言わないでしょうね、多分。言わないんですけど、まあ、特に誰もなんか、これですって言ってるわけでもないから、もう何でもいいかなと思ってこれにしました。OK? で、タピオカはタピオカプールスって書いてあったりしますね。レシピとか見ると、プールス、パール、真珠ですね。ちょっと大げさじゃないかなとか思うんですけども、まあ一応そういう言い方をするみたいです。タピオカでもいいし、タピオカプールスがプールスだけって書いてあったりもします。なので、暇な方はちょっとレシピ参考にしてもらって、英語ですけども頑張ってそれで料理してみてください。今シモン先生と実は英語で Cooking in English っていう、シモンズパワーキッチンっていうのをやってるんですけども、もう撮ったんですけどね、あれが大変、編集が大変なんですよ。そうなので、まあいいでしょう。 OK, so anyway, please remember the phrase and let's practice pronunciation. I'm gonna でも別にいいんですけど、 I'm gonna って言っちゃうこともあるんで I'm gonna にしましょう。でこの gonna なんですよ、微妙なところで going to が gonna になってるわけですね。でこれいつもは gonna でいいんですかってすごい聞かれるんですけども、英語をこうなんですか、スムーズに話してる、こなれた感じで話してる人が I'm gonna って言うとあまり違和感ないんですけども、全然こなれてない人が I'm gonna って言うとちょっと違和感あるんですよね。なので、こなれてきたらガナにしてください。こなれてなかったら going to にしましょう。OK? じゃあ、こなれてない人がたくさんいるんじゃないかなと勝手に想像するんで、I'm going to の方にしましょう。I'm going to. Tapioca. My way. My way through. OK?じゃあ一回僕の後にリピートしてください。I'm gonna tapioca my way through. OK, じゃあ一緒に言いましょう。同じ、同時に。OK, 同時進行ですよ。言うなれば、なんか思いつかないですけど、まあ、一応一緒に同時進行で言いましょう。Are you guys ready? OK, here we go. I'm gonna tapioca my way through.いいですね、いいですね。OK、じゃあ一緒に行きましょう。今度は目つぶってください。目開けちゃダメですよ。つぶってください。OK? じゃあ行きましょう。I'm gonna tapioca my way through. いいですね。Very good. 僕は目を閉じてくださいって言ってんのに、開けてた人は天罰が今下りましたね。こうやってやって笑っちゃった。もう、電車とかでやってた人、悲惨ですね。もう爆笑の渦に、苛まれてるんじゃないかなと思います。OK、まあいいでしょう。OK, so I'm gonna tap my way through.、
まあ通じなくないですよ、普通に外国人に言っても。おなんか気合入ってんなみたいな感じで思われるだけなんで、ぜひ言ってみてください。 OK, so thank you very much for watching and please watch my next video lesson too, OK? Alright, till then, see you guys, bye! あ、take care 忘れた。まあいいか。 Take care guys, bye!